ちゃ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのお昼ご飯はパン、パスタパンといちごジャムパン、自家製いちごジャム、それとね、あのパスタは、ナポリタン系パスタ。ではいただきます。コーヒーを、間違いなく美味しいね。うん、聞けようか。うん。古い車車検へ、そこを振ろう。どんな車も全国で。ちょっとね、今日はね、キリより早いよ。お届けしたいと思ってますね。むしろテレビやってないね。赤身を味わう気持ちで、何でもいいんだ。柔らかく、旨味がすごく広がる。タスマニアビーフ、ボーナスとセブンティーフ、トップバリア。そうか、あんたも、うん、今日はね、日曜日で何しようかなと思ってるよ。まだ起きはしないの、起きはね、ゴディバや。ミスドコダイバーや。ミスドミーツゴリラセットでも。ポーズ、ねえ、知ってる？人は人生で平均4回しか引っ越せないんだって。まだ一つのサイトしか見ないなんてもったいない。ポーズにしかない物件がある。スマホでも、メメントモリ、切なくて、今日は人生で4回しか引っ越してない。あっちゃん、あと1回引っ越したら平均やな。生まれてからね、4歳の時に近くに引っ越してみた。ね。2回目、こう引っ越してきた。あと2回や。平均ってないやん。どうぞよろしくお願いいたします。明るく楽しくお送りしたいと思います。アッコにお任せ。さあ、それではレジョンのこちらの VTR からどうぞ。アッコにお任せ。久々見ろ。ダウンタウン松本ひとしさんの性的行為強要疑惑、これまでの動きをそのまとめ。今週月曜、松本ひとしさんが自身の X、美味しいよ。ナポリタン美味しい、ナポリタンパンに入れるの美味しい。するとこれに様々な芸能人がコメント。その内容とは。そして松本人志さんのレギュラー番組や審査員を務める新人生の影響は。また今後行われる予定の週刊文春との裁判の行方について、菊池弁護士が徹底解説します。さらに堂本剛さんとおもくろ桃田かな子さんの電撃婚など、2024年の年始に飛び込んできた芸能ニュースを。あんにゃん、その結婚したよ。こんなことがありますね。まずはこちらの話題から見ていきます。ダウンタウンの松本人志さんが芸能活動を許しということで、一体何があったのか。そもそもですね、去年の12月27日発売の週刊文春で、2015年の東京港区の高級ホテルで松本さんに性的行為を強要されたと訴える A 子さん、B 子さんの告発などを報道しています。で、飲み会にはスピードワゴンの江澤さんと同席していたとこの記事に
が書かれていました。これを受けて吉本興業は12月27日にコメントを発表しています。一部週刊誌報道について、当該事実は一切なく、本件記事は本件タレントの社会的評価を著しく低下させ、その名誉を毀損するものです。当社としては本件記事について、これね、ちょっと話がしたいねんけど、なかなか芸能界は闇があってね、話できへんことがいっぱいあるね。厳重に抗議し、今後法的措置を検討していく予定ですとコメントをしました。そして同じ日にスピードワゴン自家製のジャムうまい。こちら、私どもからお話しする、一切添加物なし、ほんまに。一方、この記事について週刊文春は、こちら、いちごと砂糖だけ、さらに裏付け取材も尽くしたもので十分に自信を持っていますとコメントを出しています。そしてこの報道の翌日、松本さん自身も自分のツイッター X にてこのように投稿しました。いつ辞めてもいいと思ってたんだけど、やる気が出てきたな、といった投稿がありました。そして年が明けて1月2日、再び松本さんが自身のツイッターを更新しました。とうとう出た。このコメントとともに、週刊女性プライムに掲載された被害者とされる A 子さんとスピードワゴンの小沢先生の LINE のやり取りを引用していました。この LINE のやり取り、どういった内容かというと、 A 子さんは松本さんとの出会いに感謝している、そういった言葉が、これだけ一つ違ってどこか、A 子さんとスピードワゴンの小沢とのLINEのやり取りに2015年に公開されてなかった絵文字が使われてるんやってどういうことやね。まずは様々な記事と対峙して裁判に注力したいものの申し入れがございました。そしてこのまま芸能活動を継続すれば、多大なご迷惑を、じゃんま、裁判との同時並行ではこれまでのようにお笑いに全力を関係ることができなくなってしまうため、あとちょっと控えめでね、甘々じゃないの、いちごの甘酸っぱさと果肉がちょっと残ってるところ、めっちゃうまい。そして再びダウンタウン松本人志として活動する日をお待ちくださいですよう、うん、休止が発表されたのです。芸能界的にはこの場で持ち切りですけれども、まっちゃんも事実を踏み込んで戦います。美味しい、美味しかった昨日のね。訴えられたのがまだ昨日の天ぷらの残りだ。うん、だけうまいね。このレギュラーで言ってるようではダメなんですけど、こういう事実、どっちも事実だったとしても、こういう話は本当は弁護士さんがする。はい、ってことで今日のあっちゃんのお昼ご飯、パスタパンとイチゴジャムのパン、美味しかったです、ごちそうさま。あとね、いろいろとね、お昼ご飯はね、パンがパンをメインにやるから、パンが好きでね、やねんけども、焼きそばパンとかねあるけども、パスタパンも美味しいね。ということでね、あとまあ自家製のいちごっていちごジャムがめっちゃ美味しかった、ごちそうさまでした。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日のあっちゃんのお昼ご飯良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。またね、バイバイ。